日本一ソフトウェアプレゼンツ。ご案内します。さあ、というわけでミュージカル界泉の、富山、富山どっち、まあいいや、やっていきましょう。犬しかないなんて、ならななんて悲劇なの。おい、本音が漏れてるぞ。あらやだ、ごめん遊ばせ、つい愚痴らずにはいられなくて。どうせ破壊神を倒すのに俺を利用しようって魂胆なんだろ。そう、どうかしらね。いいぜ、俺の目的も破壊神を倒すことだ。せいぜいお前を利用してやるぜ。本当？気が合うわね。やっぱりあなたが私の運命の王子様なのね。ただし結婚してハッピーエンドとかはなしだ。そこのヒゲオヤチか犬で我慢しておけ。わしはまんざらでもないぞ。お前、王様としてのプライドはないのか。そんなものは犬にでも食わせておけばいいのである。よし、決まりだな。破壊神のところへ案内しろ。私との結婚を拒否するなんて、ただのゾンビのくせに生意気なやつね。私とハッピーエンドを迎えられるなんて、これ以上の幸せはないの。脳みそ腐ってるんじゃないかしら。でもいいわ。破壊神さえ倒してくれれば、私一人でハッピーエンド。誰がゾンビなんか結婚するもんですか。さあ、というわけで、それぞれのね、思惑が渦巻く中です。遠いなあ。で、あれです、ちょっとね、今外で雨がすごい降ってるんでうるさいかもしれない。雷もね、もうゴロゴロ言ってますんでね、ちょっとね、音入ります。多分今までの経験上ね、これぐらい音が、雷の音はね、ほぼ必ず入るんでね。ちょっとね、なんか変な音入るかもしれません。雷です。はい、なんか雷が落ちて、あれですね、パソコンの電源が落ちるとか、まあそういうことにさえならなければ普通に動画にします。ウィンド、どういけばいいんだ。いや違うな、これは届かないよな。そうよな、まだ全然 Windows とか使ってないかな。これは Fire しか届かないんですけど、まあ Fire でも、十分に倒せると。で、まあどんどん進めていきましょう。いや、やっぱレベル上がるとサクサクだね。いいね。やっぱね、頭使って攻略するのもね、まあ、楽しいんだけど、ちょっとね、その、なんて言うんだろうな、やっぱあれじゃないですか、規模がでかいっていうか、
あの本作って9999止まりではなくて、あのレベルがね、まあ8桁までいくんで、やっぱねレベルの上限値が上がるとね、そこら辺の調整がね難しいの、やる側としても。特殊技使えないのは投げたからか。よいしょ。これで倒せるかな。あ、倒せそう。まあ最終のさ、ラスボスのレベルいくつかどうかわからんし、まあでもこれぐらい上げとけば多分最後までストーリー最後まで困ることはないんじゃないかな。まあいつも通りなんか修羅会とかあるんだったら、まあそこら辺の攻略はちょっと面倒かもしれないけど、そこら辺の攻略にはまたねレベル上げ使う必要があると思うんですけど、まあそれ以外ならどうにかなると思ってるんで。あ、届かないか。しばらくレベル上げはやらなくていいって思えば、まあ精神的なゆとりはできますね。まあね、ディスガイアね、そのシリーズによって序盤に苦戦するか終盤に苦戦するかって分かれるんですけど、まあ序盤もめちゃくちゃ苦戦したんでいいでしょう。まあかなり苦戦したんでね、今回ディスガイア。とりあえず宝箱持っとくか。よいしょ。だいたいね、だいたい序盤の方が苦労しやすいんですよ、感覚で言うと。終盤ストーリー終盤に苦労したのはまあ4ぐらいかな。しばらくはね、のんびりのんびり倒していこうかなと思います。なあメロディアよ、そなたプリンセスの割に強くないか。当然じゃない、だって私にはララララ愛の力があるから。愛の力だとくだらねえ。あら、知らないの。愛の力は無敵なのよ。んなもんで無敵になれたら苦労しねえよ。俺に必要なのは愛なんかじゃない、破壊神と戦うための力だ、絶対的な暴力だ。いや、無敵はともかく愛の力は偉大だぞ。お前はまだ愛を知らないだけだ。私にもかつて愛する女性がいた。ふん、犬の恋愛なんて興味ねえよ。いいかゼット、怒りや憎しみに頼った暴力だけでは破壊神には勝てないぞ。何千何万と死を繰り返しても未だ破壊神に勝てないのはお前に足りない力があるからだ。うるせえ、犬のくせに説教するんじゃねえよ。さあというわけで、Z よ、この4次元魔界にはショートカット機能が、使えるらしいですよ。おお、なるほど、そういう機能があるんですね。ああ、なるほど。
え？あ、え？また今度ね。あ、これで、ああ、なるほど。また頼んだぞ。これを押して、左側のスティックでいろいろ選べるんだ。時空の私人に話しかけたり。へえ、便利。便利だね。移動する必要ないじゃん。ああ、でも舞台屋とかはないのか。あ、違うわ、違うわ。ZL か ZR かで分かれるんだ。はあ。ここはクエスト屋だ。移動する必要なくなっちゃった。仕事の依頼が届いているぞ。依頼だ。頼んだ。依頼だ。とりあえず受けといて。魔装族の盗賊。よくやってくれた。屍族の討伐。よくやってくれた。キャラ作成サイキック。よくやってくれた。また頼んだぞ。イベントがメロディアさん。今日はみんなでミュージカル、みんな台本通りによろしくね。ララら破壊神を倒すため旅立つ美しいプリンセス。わしはまだ台本をチェックしてないのだが。しなくていいだろう。ノリが悪いですね。長い旅の途中でワンちゃんが命を落とす。ララら非常食。食べられた犬。破壊神の攻撃、ゾンビで防ぐ。ララら肉の壁。プリンセスの一撃、破壊神は撃沈、感動のフィナーレ。あ、シュセンドルと結婚するのかと思った。試験提供シュセンドル。かわいそうに、結婚するもんだと思ってたわ。ゼットよ、メロディアの言うことはともかく実際愛の力は偉大だぞ。うん、俺は愛の力なんて信じてない。私にも昔、愛する女性がいてな。誰も犬頃の恋愛なんて興味ねえよ。いや、私は興味ありますよ。うん、聞かせておくれ。相手のメス犬とはどこで出会ったの？今一緒にいないってことは、秘伝の運命が二人を引き裂いたのね。もしかして相手は私のようなプリンセスが飼っている犬だったとか、身分違いの恋ってやつ？でも大丈夫。優しいプリンセスの手引きのおかげで、二人は王宮の裏庭で落ち合うの。おう、ケルベロス。あなたはどうしてケルベロスなの？ロミオとジリエットみたいなね。これで OK で、クエスト屋にまたなんか出てきてるね。仕事の依頼が届いているぞ。魔装族イルスマジ、何があったんだ。依頼だ。頼んだぞ。依頼だ。また頼んだぞ。これで OK で、で、なんか悪行指南は取ったんだっけ前回。なんか前取ったような気はしてるけど、達成率 0% なんで取っとくか。よいしょ。OK。ステータス。アルマをもらっといて。より悪魔らしくを達成。ここはクエスト屋だ。これは悪行指南のやつだね。よくやってくれた。またなんかクエストが出てきているのではと思ったけど、出てきてなかったんで、ちょっとスキルやろうか。強化などが行えるよ。あー、まあいいか。いいや。いや。お店もなんか別に新しいアイテム入荷してないでしょ。まあ議会に行ってないからね。じゃあよくて、病院にも特に何もなさそうだね。じゃあ行きましょうか。どこへ向かいますか？それではミュージカル界カステラ森林行きたいと思います。さあ行
くわよ、みんな。ハッピーエンドに向かってレッツゴー。そうやって歴代の王子たちを犠牲にしてきたのか。彼らにしてみればとんだバッドエンドなのである。あら、人聞きの悪いこと言わないでよ。彼らはね、ラララ愛に準じたのよ。お前、歌えば何でも許されると思ってるだろう。そうよ、ここはミュージカルの世界。歌えば何でも許されちゃうのよ。さあ、というわけで歴代王子様たち再びです。回復があるのか、なんかいいものあんのかな、この宝箱の中に。奥に行ってたのか。行きまーす。範囲増やしとけばよかった。いや待て、ラストラルインパクトが届く、素晴らしい。これはいいぞ。ああ、違う、持たないで。ちょ、スティックのコントロールがね、うまくいかない。よいしょ。いや、いいね。やっぱレベル高いとサクサクですね。1回でいけるステージの数もね、前だともう1回につき1ステージみたいな、めっちゃ牛歩だったんで、これはいいですね。進めますね。たくさん進める。回復あるんで、まあここで戦っていいや。敵強化があるんだけど、まあ入られないようにすればいいのではと思っているので、倒せないか。これ倒せないのは、おそらく弓に対する耐性が高いからなのか、ガンナーは弓に対する耐性が高くて、ゾンビは、ゾンビどこ？これ。ゾンビも高いな。じゃあ、いいや。普通に行って、振りに爆弾は、そうか、決めれないのか。まあ、とにかく倒すか。とにかく攻撃しまくってコンボで倒せる。何を狙えばいいんだ。これでコンボで、ゾンビを倒せればでかいが、コンボというか連続攻撃ボーナスね。こんだけレベル差あっても一撃でやれないことがあるの、不思議だよね。反撃返しでいける。 OK、 ターン終了と。敵強化 20%、 敵強化 50%、防御力 50% もついてるから、まあ、防御力 50% が強いね。シンプルに。ランダムに一つだけ宝箱オープン。これ使って宝箱開けましょうか。こ
これ倒すことができて、あと2体ファイヤーで倒せるでしょう。お、磁石だ。磁石で宝箱を釣れるんだね。鉄製なのかもしれない、あの宝箱。さあファイヤーでしっかりゾンビを焼き払っていく。ターン終了してなかった。どうしよう、せっかくだから、せっかくなので、まあジオシンボル割っとこうか。ちなみにボーナス何？エスポワールは状態上回復、まあ誰に覚えさせてもある程度強いですね。ファイヤー、これはな、青だけしか割らないとかやると、あの赤より先に真ん中のね透明のやつが、消えちゃうんで、割れるんで、まあ、そっちが優先されちゃうんですよね。なのでボーナス稼ぐときはしっかりと、青を破壊して、あ、赤を破壊する、そこまでしっかりやってやると。これでボーナスをしっかり稼ぐことができる。しっかり取れましたね。私だって本当は歴代の王子様たちとハッピーエンドを迎えたかった。最初の王子様とハッピーエンドを迎えていたらどんなに素敵だったか。でも破壊神はそれを許さなかった。次々と王子様を殺してしまった。以来ずっとバッドエンドの繰り返しよ。だったら諦めずに戦えばいい。嘆いてる暇があったら戦え。あがけ、諦めるな。どんな手段を使っても破壊神を倒すことだけを考えろ。何を偉そうに。じゃああなたは破壊神を倒せるの？倒せる。言い切ったわね。何を根拠に。根拠なんてねえよ。だが俺は絶対に破壊神を倒す。全然説明になってないんだけど。何よこいつ、変なゾンビ。さあというわけで、Z よ、悪行指南に励んでいるか。悪行指南とは各キャラに設定されている育成の目標をリスト化したもので、ステータス画面で確認できる。悪行指南をコンプリートすれば最強キャラといっても過言ではない。さっきやったぜ。本当についさっき。ちょ、見てなかったけど、メロディアさんは弓なんだね。魔法も使えるわ。なるへそ。イベントメロディアさん、私の歴代の王子様たち665人をドドンと紹介するわね。 Z が666人目でしたね。さあ紹介しちゃってください。まずある王子様は立派なおひげで大金持ちだったわ。あら、主戦ドルでは。でも破壊神の買収に失敗して札束と一緒に一瞬で灰になったわ。明日は我が身なのである。美しい漆黒の翼で破壊神を翻弄した王子様もいたわ。翼、なるほど、そういうパワーアップもありか。翼が大きすぎたのが敗因だったわね。破壊神もつかみやすかったみたいで、そのままプチッと潰されちゃった。かわいそうに。ああ、みんな懐かしいわ。今でもこうして空を見上げると歴代の王子様たちの笑顔が見えるの。確かにね、665人もね、いたらね、もう空がもう全部王子様の顔よ。
さあ、んー、まあ特に何もなさそうなんで、次行きますか。だいたいなんか施設とかも解放されたしね、こっから先はもうガンガンストーリー進めてって感じなのかな。舞台やクエストや、スペシャルコンテンツは元から空いていて、アイテム会、ドリンクは時空の渡し人、アイテム会調査団、ここら辺も空いてると。議会も行けるし、こっからはあれですね、もうガンガンストーリー進めていくことになりそうです。じゃあ行きましょう。